とうとうメキシコ、この太陽がどうでしょうね。明後日ですよ。いやー、嫌な予感しかしないんですが、どうしましょうか。明日あの会見証があるということなんですけど、ね、メキシコどこだっけ、ここクワトルシンドス場所もわからない、会見証の楽しみ方には、写真派と肉眼派、ちょっとここにその両巨頭写真派代表の広瀬さんと、肉眼派、肉眼派に寝返った山本さん僕はあの肉眼派なんですよ、解禁食初めて見てから、これ写真でいくら今まで知識いっぱい蓄えてたけども、意味ねえじゃんって思った、本当にあの今までカメラで撮ってたんです。その時同時に双眼鏡でそのあのコロナを見てたら、はい、ああもうこれはカメラ絶対負けたと思ってちょっと申し訳ないですけどもその瞬間に僕はもう肉眼にもう心を奪われて寝返りました。やっぱりその記憶の大切さっていうのはすごくやっぱ感じるんで、大事にしたいんですよ、やっぱその記憶を。なんでもうカメラというのも全部やめちゃった。ヒロさんどうですか。あの見た目がすごく美しくて感動するっていうのは、まさにその通りなんですね。記憶ってどんどん変わってっちゃうんですよ。記憶が新しいうちにそれを絵として定着させたいみたい。今対立という感じで話の主題だったと思うんですけど、じゃあもしあの機械動かなかったらどうするんだって言われると、あのもう機械、撮影諦めて見る方に専念します。もう絶対それが正解です。あのどちらかというとあのどっちか選べって言われるとあの肉眼派なんで。いやいやもう素晴らしいです。それは素晴らしい。じゃあ全員肉眼派ということで。そういうことですか。皆既日食を見たことのない人は、その素晴らしいコロナの映像が、素晴らしいんですけど、あれで完結しちゃうじゃないですか。まあ見た感じになっちゃうじゃないですか。で初めて見たら全く違うもんですよね。伝わらないです。ですよね。伝わらない。それはもう絶対無理ですよ。うん、もうやっぱりそれはもう拡大の写真だけじゃなくて、やっぱり雰囲気であるとか、あの空気温度感であるとか、そういうのも あと周りの感性とかそういうのもあるので、写真だけじゃなかなか伝わらないですし、360度カメラで VR で見せてもやっぱり伝わらないです。あれ目で見て美しいっていうその感動が大事で、そこからですよ。ですよ。とにかく見てくれですよね。そうそう。見たことがないのは。ですよ。メキシコ北部、まもなく皆既日食が始まります。もう皆さん準備万端。すごいね、この、見てくださいよ。皆さん真剣だから、ね。あ、サボテンがある。サボテンがあるところは日食が見られるというね、人物があるんですよ。そうです、ちょうどあと、あと22分、ね、あれが来ると思いますと無理やりですから、あと12分目で見た方がいいです。双眼鏡、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 双眼鏡。はい、すいません、ありがとうございます。わあ、よく見えるよこれ。よく見える。見えてる。
見えてますね。何これ、おおすごい、おお、うわーすごい、うわー、おお、すごい、すごい、うわすげえ。ダイオンドリンクが見えないと思ったら見えたら全国書き直さないと、そのテーピング見えないって書いてあったからな、真っ暗、真っ暗、うわーすげえ、黒い太陽がすごい、よかった、こんなところでよく見えましたね、すげえ奇跡一発逆転だったな、一発逆転奇跡じゃないこれ、すごい、本当このところでよく通してくれましたね、あ、やっぱ幻想音だからかな、ね、上層だと、上層のあの上層で出てきたことだから、いやついてんな、本当ですね、いやもうこれ見、コロナ来たらもう終わりですよ、もう何も見えないですよ、はい、うん、まずまず来た甲斐があった、来た甲斐があった、見ましたね、来た甲斐があった、よかったです、ほとんどさ諦めてたもんね、8割、9割、9割だ、9割9分、うわ、あっという間だったね、何分今の、4分、いいなぁ、また来よう、また来よう、また来ようじゃん、また行こうだ、また行こうです来てくれませんか、そうだね、行かないと、行かないとね、もう一回一つジンクスがあって、あの、ええ、嫁さんね、ええ、今何回行ったかな、7回来たのかな、そうそう、今までの7回で、はい、日食、2回外れだったんですね、で他は当たってるんですね、で大体そこにはサボテンがある、おここあった、ああ、ありました、ね、明日大丈夫ですよ、サボテンのあるところは OK、うんうん、そう、それはか外れたら彼女が悪い、いやいやいや、誰かのせいにしたいません、何かのせいにしたいません、ジンクス、ジンクス、ね